人文学部の高橋浩二准教授を紹介します。高橋准教授の専門は日本考古学です。これまで富山、さらに北陸のさまざまな古墳の調査を実施、古墳と古墳時代社会をテーマに研究を行っています。はじめはですね、そこの地域に住んでる人たちも小さな集団だったと思うんですけども、だんだんあの大きな集団になっていって、勢力も発達していって大きくなっていく。でやがて国みたいなものを作るようになっていくと思うんですね。で古墳時代になると各地にそういった国ができるようになったと思うんですけども、弥生時代のお墓だとか、あと古墳時代の古墳などを通してそういった国の成立過程とか形成過程などを調査をしています。高橋准教授が案内してくれたのはこちらの杉谷4号墳を発掘調査しています。ここで調査しているのは一辺25メートルで周高まで含めるとおよそ48メートル、高さ最大 3.9 メートルもの大きさのある弥生時代終末期に作られた墓。2012年から人文学部考古学研究室で調査を行っており、珍しい形をした墓であることが分かりました。方形の四隅が飛び出ている四隅突出型墳丘墓という形になりました。弥生時代の墓には様々な形がありますが、北陸で四隅突出型墳丘墓が発見されるのはとても珍しいと高橋准教授は言います。こういう形っていうのはそもそも出雲地方などに源流がたどれるお墓なんですね。でそういう形のお墓が数百キロも海を越えた北陸の地に作られているというところから出雲などの勢力とこの地域の勢力が交流を持っていたんじゃないかっていうふうに考えられています。ここ杉谷には4号墳の他にも10基の墓や古墳が発見されており、現在も考古学研究室の調査研究は続いています。杉谷古墳群はたくさんの古墳が作られているんですけども、その築造順番を明らかにしていって、で、弥生時代から古墳時代へどのように古墳が移り変わっていったのかというのを明らかにしていく。でその上で大和政権とそこの古墳に葬られた被葬者たちがどういう関係性を持っていったのかというのを明らかにしていきたいというふうに考えています。土の中に眠る未知なるものから数千年という歴史を探る高橋准教授の今後の研究目標とは。ロマンの探求です。地面の下にはまだたくさんの謎が埋まってると思うんですね。でその謎が私たちの手で掘り起こされるのを待っている。なので、私たちはその謎を一つでも多く、明らかにしていきたいっていうふうに考えています。